越前の戦国大名として名を馳せた朝倉家ですが、何度も訪れた好機を生かしきれず、最後は織田信長に敗れて滅亡してしまいます。その背景にあったのが、最後の当主朝倉義景の決して武将向きとは言えない性格でした。それは一体どういうことなのでしょうか。今回は義景の知られざる生涯をたどりつつ、朝倉家を襲った悲劇についてご紹介します。ぜひ最後までお楽しみください。第一幕、朝倉家とは。朝倉家というと越前のイメージが強いですが、もともとは田島の国に住んでいた一族でした。越前の国は現在の福井県東部と岐阜県北西部、田島の国は兵庫県北部にあたります。ちなみに朝倉という姓は、かつて所有していた荘園の名に由来しているそう。室町時代初期までの朝倉家は、当時指折りの守護大名だった柴家に仕えていました。転機が訪れたのは延元2年1337年。主君柴家が越前の守護に任じられたのに伴い、朝倉広景も越前に拠点を移すことになりました。初代広景から11代義景で滅ぶまで、約240年に及ぶ越前朝倉家の歴史が始まったのです。以降、朝倉家は室町幕府を一貫して支え続け、武家として着実に功績を重ねていきました。特に7代高景は負け知らずの武将として知られ、応仁の乱などで圧倒的な活躍を見せました。長禄3年1459年になると、幕府の命令に背いた柴家との直接対決に入ります。高景は数々の戦いを有利に進めつつ、内戦で荒れ果てた越前の復興にも力を尽くしました。そして朝倉家の勢力はとうとう柴氏を追い抜き、越前一国を支配下に置くようになったのです。ここに戦国大名としての朝倉家の基礎が完成しました。その後も幕府との友好関係を保ちつつ、歴代当主は安定した統治を受け継いでいきました。7代当主と同名の10代当主高景の時代に朝倉家は全盛期を迎えます。そして天文2年1533年、高景の嫡男として義景が誕生。この頃越前は政治的に安定していただけでなく、経済や産業の面でも急速な発展を遂げていました。しかし天文17年1548年、父の死によって義景はわずか16歳で家督を継ぐことになります。右も左もわからない義景を力強く支えたのが、親族でもあった忠臣朝倉宗敵でした。内政から軍事、外交にわたる巧みな補佐のおかげで、高景時代からの繁栄が保たれました。ですが弘治元年1555年、頼みの綱であった宗敵もこの世を去ってしまいます。朝倉家の将来に暗い影が差し始めました。第2幕、なぜ織田と戦うことになったのか。義景には頼れる兄弟がおらず、宗敵亡き後の補佐役となる重臣もいませんでした。そのように後ろ盾が不十分な中でも、義景は当主としての務めを果たそうとします。しかしそうした努力も虚しく、朝倉家は滅亡へと追い込まれてしまいました。冒頭でもお伝えしたように、その最大の原因となったのは織田信長との対立です。ではそもそも対立のきっかけは何だったのか。それを知るために、幕府をめぐる義景と信長の動きをここで簡単に確認しておきましょう。永禄8年1565年、将軍足利義輝が暗殺されるという事件が発生。これを受けて朝倉家は義輝の弟で後に将軍となる義昭を保護しました。
越前に迎え入れてその命を助けただけでなく、その後につながる協力関係を築こうとしたのです。幕府側も朝倉家を頼みの綱とするようになります。永禄11年1568年、上洛を目指す義明は朝倉家に支援を求めてきました。ですが義景はこの要請に応じようとしませんでした。なぜなら義景には京都に勢力を広げていた強敵とうまく戦える自信がなかったからです。慎重な義景らしい考え方ではありますね。加えて幼い嫡男を亡くしたばかりで政務に身が入らない精神状態だったとか。朝倉家に対する期待を裏切られた義明は次に頼るべき相手を探し始めます。そこに名乗りを上げたのがあの織田信長でした。越前を後にした義明は信長の助けによって短期間で上洛を果たしました。朝倉家の地位向上につながったであろうチャンスを義景は迂闊にも逃してしまったのです。ですが義明は上洛から間もなく信長に対して不信感を抱くようになりました。信長が幕府の権威を利用して自分に都合よくことを進めていると感じたからです。上洛の支援には及び腰だった義景も反織田の立場をはっきり示すようになります。実際信長が義明の名を使って出した文書を義景は完全に無視し続けました。対立が頂点に達したのは元亀元年1570年。信長が文書で諸大名に上洛を呼びかけましたが、義景はやはりこれを無視。するとこの年の4月、義景の対応を口実として信長は越前に対する軍事攻撃を開始したのです。第3幕、織田を滅ぼすチャンスは2回もあった。突如として織田軍の猛攻撃にさらされた朝倉家。そうは言っても朝倉家に全く勝機がなかったわけではありません。信長を滅ぼせたかもしれないチャンスが少なくとも2回訪れたと言われています。ではそれはいつだったのでしょうか。最初のチャンスとなったのは信長の義弟浅井長政が朝倉方についたこと。まさかの裏切りに直面した信長は浅井軍に背後をつかれる形となってしまいます。こうして撤退へと追い込まれた織田軍とそれを追撃する朝倉浅井軍との戦いが始まりました。いわゆる金ヶ崎の軒口と呼ばれる戦ですね。もしここで織田軍に徹底攻撃を仕掛けていれば信長をさらなる窮地に追いやれたかもしれません。しかし義景は当主として先頭に立つどころか途中で戦場から引き返してしまったのです。朝倉浅井軍の構成自体も思い切りの悪いものでした。その結果織田軍に目立った打撃を与えられず、信長が京都へと戻る隙を与えてしまいました。とはいえほどなくして次のチャンスが訪れます。元亀元年1570年秋から冬にかけて起きた滋賀の陣と呼ばれる長期戦です。朝倉浅井軍は近江で織田軍の有力武将を破るなどかなり有利に戦いを進めていました。一方信長は大阪で本願寺派との戦に注力しており、他の地域の軍事がやや手薄になっていました。この機会を狙って一気に攻勢を強めれば織田軍を追い詰めることも十分に可能だったでしょう。ですがここでまさかの事態が起こります。大阪から近江へ猛スピードで移動した信長が朝倉浅井軍の前に姿を現したのです。慌てた朝倉浅井連合軍は比叡山に立てこもります。信長は何度も直接対決を申し入れてきましたが、義景がこれに応じることはありませんでした。約3ヶ月にわたる籠城の末、この戦いは幕府が間に入る形で終わりを迎えます。
成果のない戦で兵力を消耗するのを嫌った信長が義明にやむなく仲介を頼み込んだようです。そう、ここでも義景は重要な決断を避けたのでした。籠城戦への恨みからか、翌元亀2年1571年、信長は比叡山の焼き討ちを決行します。引き分けで終わったはずの戦いで、義景は反織田の一大拠点を失ってしまったのです。直接対決の恐怖を避けた代償は大きくつきました。これ以降、戦局は織田軍優位に傾いていきます。元亀3年1572年の夏には、織田軍が浅井の本拠小谷城の手前に迫ります。長政からの救援要請を受けて、義景は大軍を率いて城に向かいました。ですが、わざわざ軍を動かしたにもかかわらず、織田軍を積極的に攻めることはなかったのです。きっと戦の直前でおじけづいてしまったのでしょう。金ヶ崎の時といい、比叡山の時といい、煮え切らない対応を取り続けた義景。盟友の危機に直面しても相変わらずの対応でした。義景の優柔不断さにしびれを切らしてか、織田方に寝返る家臣も徐々に出始めます。そうした中、反織田の筆頭でもある武田信玄から朝倉家のもとに援軍要請が届きました。当時信長の盟友徳川家康と戦っていた信玄は、ある戦略を思いついていました。それは、武田と朝倉など反織田勢力が連携をとって織田徳川軍をまとめて包囲するというもの。義景も一度は要請に応じる動きを見せます。ところが信玄に何の相談もなく、途中で勝手に軍を撤退させてしまったのです。まさかの行動に信玄は呆れ返ったといいます。他に本願寺派などからも援軍要請があったものの、義景は終始曖昧な態度を取り続けました。そして元亀4年1573年4月、信玄は織田徳川軍包囲の夢を果たせぬまま病死。反織田の筆頭だった武田家が勢いを落としたことで、朝倉家はさらなる窮地に追い込まれました。しかも同年7月、信長は義明を京都から追放し、室町幕府に代わる一大勢力を築き上げます。第4幕、朝倉家滅亡。こうして勢いづいた信長は、8月に入ってすぐ小谷城を目指して再び軍を進めました。義景も一度は浅井軍の救援に向かいましたが、結局この戦いでも早々に撤退を決めます。信長の巧みな布陣に阻まれて身動きが取れない間に、浅井軍の拠点が次々に陥落していったからです。なお、この時朝倉軍の総大将を務めていたのは、義景のいとこでもある景明でした。ところが景明は、戦いが続いて疲れているとの理由で、なんと義景からの出陣命令を断ります。このことからも想像がつくように、朝倉軍の士気はどん底まで低下していました。戦を避け続ける弱気な主君の下で、将兵たちは活躍の場を失っていったからです。以降、織田軍は土砂降りの雨をものともせず、朝倉の重要拠点を次々に攻め落としていきます。義景らは本拠の一条谷城までなんとか逃げ延びました。ですが、有力武将の大半が討ち取られ、義景に付き従う者もたったの十数人というありさま。このまま一条谷城にとどまるのは危険でした。義景はいくつかの寺を転々としながら、再起の機会を必死に伺うことになります。その間も織田軍は追撃の手を一切緩めませんでした。そのような中、いとこの景明から六坊建昌寺へ避難してはどうかという提案が出ます。義景は景明の提案を二つ返事で受け入れますが、この判断が命取りとなってしまいました。
実は影明は裏で織田軍と手を組んでいたのです。思えばおかしな理由で出陣を拒むなど、影明の忠誠心にはかなり怪しい部分がありましたね。しかし吉影はそうした兆候に気づけませんでした。軍を預けていた身内の中の身内に裏切られた今、自らの命運は尽きたと悟ったのでしょう。天正元年1573年8月20日、朝倉義景は自害によって41歳の生涯を閉じました。その後、影明が信長に引き渡した義景の母や妻子も織田家臣の手によって処刑されたといいます。ここに戦国大名としての朝倉家は滅亡しました。義景を最後の最後で裏切った影明も、翌天正2年1574年の越前一向一揆で討ち死に。余談ですが、義景は伝統文化をこよなく愛し、和歌や絵画、弓術の腕前も相当なものだったとか。誰に対してもいつも穏やかに接し、戦に限らず争い事を好まない人物だったそう。ですが、戦乱の世を生き抜く上では、彼の控えめな性格は大きな欠点となってしまいました。名門朝倉家が滅亡した経緯には、義景の慎重すぎた性格が大きく関わっています。戦国大名として生き残るには、確かな決断力と戦うべき時に戦う勇敢さが求められました。もし義景が武将ではなく文化人として生きていたら、素晴らしい活躍を見せてくれたかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。